はいどうも MJ です。今回は 100% オーディションに受かる裏技をお教えしたいと思います。皆さん、オーディション受かりたいですよね。やっぱり仕事を取るにも、芸能事務所に入るにも、まずはオーディションに受からないといけません。どうやったらオーディション受かるかなっていう風に悩んでる方多いと思います。で、そんな方のために今回は、もう現役で自分でキャスティングやったりオーディションの審査員なんかもやってる MJ が、こうすればオーディション受かりますよっていう裏技を教えしたいと思います。どうしてもオーディション受かりたい。そんな方はね、ぜひとも最後まで動画を見てください。で、このチャンネルっていうのは、こう芝居がすでにできる中級者向けの、まあ、俳優さん、声優さん向けに、こう芸能のマーケティングを教えたり、好きなことで生計を立てるための戦略っていうのを教えています。なのでね、こう芸能界でどうしても売れたいって人はぜひこのチャンネル、見てください。チャンネル登録もお願いします。で、動画の最後には特典パートをご用意しております。特典パートはね、俳優声優になりたいよって方に向けてのプレゼントがあります。そんな感じでね、プレゼント何か気になるって方はぜひ最後まで動画を見ていただければなって思います。はい、じゃあここからね、オーディションの攻略法をお教えするんですけれども、その前にちょっとお医者さんの話をするので、ちょっとこれ想像しながら聞いてほしいんですよね。とある、場所に20歳のエフラン大学に通っている男性がいました。で、この男性はもう勉強も全然できない。頭悪い。で、友達も全然いないし、ネクラだしコミュ障みたいな感じなんですよね。でも平凡な人生で、どちらかというとちょっとなんかね、陰キャラでネガティブな人生を送ってきたみたいな。高校でもなんか全然友達もできなくて、そのままエフラン大学みたいな。ちょっとね、ネガティブな子なんですけれども、まあ、そんな男性に、ある日、彼女ができました。でも、初めての彼女で、で、その彼女っていうのもね、こう、なんかちょっと似たような子で、なんか、でも二人は二人でね、ちょっと息があって、お互い初の付き合いみたいな感じで、めちゃくちゃ仲良くなったみたいな。で、この20歳のエフラン大学のね、男性はもう今まで生きる希望とかもなかったんだけれども、この彼女さんのことをめちゃめちゃ好きになって、で、ちょっともう、絶対結婚したいなとか、もう一生かけてこの子守りたいなぐらいに思う。風になりました。まあ、なんですけれども、この一生大切にしたいって思ってたこの女の子が事故に遭ってしまったんですね。交通事故で。その結果脳死になってしまいました。で、その男性めちゃくちゃショックです。やっぱり今までね、全然生きる希望もなかったのに、もうやっと初めてできた彼女でもうめちゃめちゃ大切にしたいって思った矢先、こういう事故に遭ってしまう。で、重い病気、脳死も助けることができない。で、その時にこの男性思います。今まで勉強もろくに してこなかった男性、医者になろうって決意します。もうエフラン大学、もう全然偏差値も低くて全然勉強もできなかった男性なんですけれども、この脳死になってしまった彼女、この彼女を助けたいが一心に、もう猛勉強を始めるようになりました。で、その男性は見事医者になることができた。で、この女性をなんと助けることができた。こういったお話ですね。はい。皆さん、この話聞いてどうでしょう？ちょっと感動したみたいな感じで思う方もいると思うんですけれども、はい。じゃあ、なんでこの男性が医者になれたのかっていうお話をしていきたいと思います。ここを分かることで実はオーディションの攻略法っていうのも分かってきます。単純になんで医者になれたかっていうと、彼女にもう一度会いたかったからなんですよ。やっぱり、今までもう自暴自棄に生きてきた。で、全然友達もできないし、もう全然ダメな人生しか送ってこなかった。そんな時に唯一にできた希望なんですよね。でも彼女ができた。めちゃくちゃ好きな彼女。そんな彼女が脳死になった。その子を助けたいじゃないですか。で、その子を助けるためだったらもう頑張れるみたいな。そういうダンスなんですよね。で、人間って実は、自分のためより誰かのために行動する。そういった使命感を持つと最強なんですよね。で、例えば、じゃあ、医者になりたいっていう人、いろいろいると思います。で、中にはね、自分がちょっと金持ちになりたい。金持ちになるなら、医者なら儲かるじゃん、みたいな感じで思って、医者になる人とかもいると思うんですよ。でも、それって絶対に僕、サボると思うんですよね。じゃあ、例えば、ちょっと別の例なんですけれども、ダイエット。皆さんの周りに、ダイエット頑張ってる子いますね。でも、ダイエット頑張ってるけれども、なかなか痩せられないって子いるじゃないですか。それなんで痩せられないかっていうと、自分が痩せようと思ってる。自分が痩せたい。自分がなんですよね。ってなると、こう、自分が痩せようと思っても、結局自分のことってサボっちゃうんですよ。だから、こう、ちょっと誰も見てないし、誰かと約束したわけじゃないし、ちょっとサボっちゃってもいいや、みたいな。お菓子食べちゃってもいいや。運動サボってもいいやって、結局痩せられないみたいな。そういう方周りに多くないですか？ただ、逆によ。じゃ、例えば、こうめちゃめちゃ太ってる男性が、超可愛い彼女が、じゃ、例えば、可愛い女の子がね、痩せたら付き合ってくれって言ったら、だから自分のためっていうか、もうその子のために痩せるじゃないですか。
まあ、あとはじゃあなんかデブで付き合ってたんだけれども、こう彼女がいじめられちゃった。いじめられた原因が彼氏がデブだったから。で、彼女がいじめられたらこのままじゃ死んじゃう。じゃあそんな死なせたくないから俺痩せるみたいな感じになるじゃないですか。ってなったら痩せられるんですよね。っていう感じでやっぱり自分のことだとサボる。そうじゃなくて誰かのために使命感を持つ。これが攻略法。結論はもうこれ。使命感があると本気になれるし、サボらない。こういうことなんですね。で、こっからじゃあ芸能界の、じゃあオーディションで必要なものっていうのをお教えすると、継続力と努力なんですよ。これがない人っていうのはオーディションは絶対受からないです。じゃあこれ今度ね、審査員の目線で考えてほしいんですけれども、僕なんか今、芸能事務所のね、新人発掘とかもやってたりするんですよ。ってなると、こう、新人の子を育てたりするんですけれども、まあ、それで僕はね、オーディションとかやってるんですけれども、どんな人採用するか、どんな人が伸びると思うか、継続力ある子です。で、やっぱり、その、例えばね、せっかく MJ が応援してても、途中で辞められちゃうとか、途中でサボるとか、そういう子を面倒見たくないです、僕は。なぜか、その子に時間を使うのが無駄だから。僕はこう思ってしまいます。僕の時間は無限じゃないです。有限です。今僕は26歳で、100歳まで、まあ、生きるとしてもあと74年しかないですよね。で、僕のチャンネル見てくれてる方ね、今もうありがたいことにチャンネル登録1500人。この芸能の攻略情報っていうマイナージャンルで1500人突破してるっていうのはすごいありがたいことなんですけれども、その中でも僕が面倒見れる人って数少ないんですよね。そんな時に、例えばめちゃくちゃイケメン、めちゃめちゃ美女でも努力ができない、継続できない、そんな人を僕は育てられないです。だってせっかくそこに時間投資しても辞めちゃったら僕が使った時間無駄になるから。それだったら、まあ、イケメン美女じゃなくても継続力がある、努力がし続けられる人に僕は時間を投資します。そっちの方が成果が出る可能性があるから。こんな感じで審査員っていうのは継続力があるってところは見ます。特に芸能事務所のオーディションに受かりたいって思った場合はここ絶対見られると僕は思います。忍耐とか努力ができるとか、芸能界はやっぱり生半端な気持ちじゃやっていけないですよね。はい、ということでオーディションで勝ち抜くためには継続した証拠を見せるっていうのは結構いいことだと思います。例えば私は YouTube、チャンネル登録がじゃあ1万人いて、実はもう毎日1年以上毎日投稿してサボることがありません。なので私は、実際にやってるし継続力もあります。これやったら審査員の印象めちゃくちゃいいです。なのでぜひね、こういう風に継続することをやってほしいんですよね。特に YouTube の毎日投稿とかできないんで、普通の人、普通の人ができないことができるからオーディションって受かります。誰でもできること、逆にみんなができないことできた方が受かるっていうことなんですよね。で、その誰でもできないことっていうのが継続だと思うし、 YouTube の毎日投稿だと僕は思います。で、自分のためだとサボる。ここでさっきの話になります。自分が売れたい、自分が有名になりたいだけだとおそらくいつかサボっちゃいます。使命感がないからですよね。さっき言ったダイエットの話とかもそうですよね。そうじゃなくて、自分が芸能界目指す、自分が俳優生になる時のこの心構えっていうのは、例えばこの日本を よくするためとか、例えば今コロナの段階でね、自殺者とか増えてるじゃないですか。そんな人たちを一人でも救いたい、使命感じゃないですか。じゃあもう自殺救えんのが私しかいないってなったら絶対頑張りますよね。そういうことなんですって。はい。ということで、誰かのために使命感を持って行動してほしいんですよね。で、こっから僕のちょっと毎日投稿の話なんですけれども、僕は、なんと YouTube 毎日2本毎日投稿してるんですね。これもある種の使命感です。なぜかというと、こう、僕が多分この YouTube を発信してなかったら、こう、芸能界で食えない人が増えるって思ってるんですよ。でも、現に、僕の YouTube 見てオーディション来てくれた子とか、相談くれた子とかで、僕は仕事振ってるし、バイト辞められましたみたいな、MJ さんありがとうございますみたいな感じで言ってくれる子も多いので、そういう子がどんどん増えると思うんですね。僕が YouTube やるとっていう使命感があるんです。だからもうそういう子がミスをしないように、僕の情報に触れることで救われるなら僕はもうやらなきゃいけない、こういう使命感でやっております。まあ、あとは僕のちょっと昔話をすると、僕昔ね、おじいちゃんがその詐欺で死んじゃったみたいな過去もあるんですよね。当時はね、詐欺にあってしまって、1億5000万ほど借金になりました。で、1億5000万借金にあった時っていうのはもうなんか、僕はその、ね、実家元金持ちだったんですけれども、お金なくなった直後って超怖いんです。その、例えばね、お父さんとかお母さんとかももう優しかったのが急にお金なくてピリピリし始めるし、で、なんかその おじいちゃんをみんな恨み始めるんですよ。詐欺にあったおじいちゃんは悪くないじゃないですか。詐欺師が悪いのに、でもおじいちゃんのせいで金がなくなったってこうみんなおじいちゃん恨み始めたりして、で、なんかこうおじさんとかが家乗り込んできて、ふざけんなじじいってぶん殴ったりしてみたいなのをもうリアルに体験してるんですね。で、さらに、その後おじいちゃんが死んでしまって、そういうことがあって、
で、そんな時におじいちゃんは、ね、僕の芸能活動を応援してくれてたんです。僕俳優になりたいって夢があったんですけれども、じゃあ、死んだおじいちゃんのために僕何ができるかって思ったら本気で俳優目指すことじゃない。まあ、この時点でちょっとおじいちゃんのためみたいな使命感もあったりするんですけど、その後僕どうなったかっていうと、芸能のちょっとぼったくりの養成所入っちゃうんですね。僕年間で80万円、踏んでくられてしまって、で、その時の僕の心情っていうのはもうめちゃくちゃ騙されたと。で、僕、もう、お金1億5000万も、詐欺にあった後だし、お金も全くないのに、で、おじいちゃんがね、死んでしまった。で、そんなおじいちゃんのために本気で頑張ろうって時に、こう、詐欺をする人がいるわけです。まあ、養成所は詐欺とは言わないですけど、そういうぼったくりみたいなことをやるんですよね。実際にその養成所にお金80万払っても、何も売り込んでくれないし、仕事も全然来ないみたいな。まあ、これクソじゃんみたいな。で、せっかくそういうおじいちゃんがね、死んでね、本気で頑張ろうって時に、そういうおじいちゃんを騙された詐欺師もいるし、芸能界でそういう汚い人間がいると。で、僕めちゃめちゃ落ち込みまして。で、この仕組み良くねえなって僕思ったんですよね。なんでこう養成所で、その夢を見る本気で頑張ろうとしてる若者を食べようとするんだっていう。そういう、悪い人たちってどんどん淘汰していかないと芸能界って良くならないって思うんですよね。まあ、だから、僕はじゃあ自分で俳優やることよりも、この芸能界のそういう悪い人たちを変える、そういうなんか仕組みを変えていく方が僕の使命なんじゃないかって思って、そういう使命感で俳優を引退して、こういう芸能の攻略情報っていう YouTube を毎日投稿するようになりました。まあ、なので、そんな感じで僕は使命感だけで本当に毎日投稿できております。というのでね、ぜひね、継続力がなくて困ってるっていう方は、そんな感じでこう自分に理念を持つためのこう使命感、誰かのために行動するっていう感覚で、芸能活動を頑張っていただければなって思います。ということでね、結論、まあ、使命感を持ち、自分のためよりも誰かのために行動してください。そんな方の方が、やっぱりファンもつきやすいと思うし、継続力も絶対あるし、オーディションに行ってそれ言ったら絶対受かると思うんで、ぜひこれでやってみてください。ということで今日の動画は以上です。ご清聴ありがとうございました。でね、僕、この動画で俳優さん、声優さんの募集とかお仕事の紹介とかもしてるんでね、そういうの、知りたいよって方は、ぜひチャンネル登録してください。あとね、こう、最後まで勉強したよって方は、僕がそういう方ちゃんと覚えておきます。僕、努力してる方とか、ちゃんと勉強してる方とちゃんと覚えておくんでね、よければ見たような合図でコメント、高評価ください。ということで、ここからね、ちょっと特典パートをお話ししていきたいと思います。特典パートなんですけれども、僕が新人発掘やってる芸能事務所ですね、のオーディションを開催しますっていうお話をします。で、僕が、まあ、新人発掘やってるんですけれども、どんなお仕事あるか、2.5 次元の舞台であったり、あとテレビ、映画、あと CM の案件。これは、初心者の方はエキストラとかもあるんですけれども、本当に CM の主役とかの案件もあったりします。あとは、こう、声優さん向けのね、ボイスドラマとかゲームの声優とか、あとはナレーションとか、あとライブ配信、YouTube、SNS 広告、まあ、結構いろんなお仕事が回ってる事務所になります。でね、興味あるよって方、なんか MJ さんの、新人発掘のマネージャーやってる事務所興味あるなとか、そういう方はぜひとも、この前の動画、昨日のって書いてあるんですけど、これ3日前の動画ですね、をチェックしてください。そこに応募方法を書いております。で、僕の事務所に来ると何がいいかっていうと、僕がね、勉強会とかやったりするんで、僕が直々にこう、芸能の戦略を教えることみたいなのもできたりするんで、まあ、それはね、他の事務所にない付加価値かなって思います。興味ある方はぜひ、動画チェックしてみてください。ということで今日の動画は以上です。ありがとうございました。